瀬越駅は、北海道留萌市を沖見町1丁目にあった北海道、旅客鉄道留萌本線の駅である。電報略号はこせ。当初は、海水浴客への利便を目的にした、季節営業の仮乗降場であったが、次第に周辺住民の利用が多くなり通年営業化、本社設定の臨時駅に昇格した。国鉄の分割民営化に伴い一般駅に昇格、ようやく営業キロが設定された。長期間営業しているにもかかわらず営業キロが設定されなかった臨時駅は当駅と常磐線偕楽園駅の2駅のみであった。1977年の瀬越臨時乗降場と周囲約500メートル範囲。下が増毛方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語で腕のように曲がったところという意味らしいが不詳である。単式ホーム一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の東側に存在した。転轍機を持たない傍線駅となっていた。仮乗降場に出自を持つ無人駅で駅舎はないが、ホーム北側に待合所を有した。以前は、霊樹駅などと同市用の貨車駅舎が設置されていたが3月時点では供用中であった海辺に位置していたために劣化が激しかったためコンクリート造りのユニット型の待合所に改築された。トイレはなかった。留萌市の中心地にも近い。目の前に海水浴場がある。ホーム跡は海より高い位置にあり日本海の展望が良かった。2017年10月現在待合所の窓や扉にベニヤ板が張られ立ち入りはできなくなっているが、ホームとともに存置されている。一方、駅名標をはじめとした標識類やホーム前のレールは撤去され、隣接していた踏切も道路へと改修され、残されていない。旧駅構内を取り囲むように、立ち入り禁止と記された看板と柵が取り付けられており、立ち入りはできなくなっている。駅跡や、周辺の用地は2021年度中に、留萌市へ無償譲渡され、駅舎などが撤去される見込みとなっている。撤去費用相当額は、JR 北海道などが負担する。瀬越仮乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。